はい。じゃあ、ということで、やっていきましょう。続きから、よろしくお願いします。ニコニコがクレッシェンドになりまして、初めての放送です。クレッシェンドは、だんだん良くなってくんでね。まあ、だんだん良くなってくるってことでしょうね。ブラウザの大きさに合わせて、画面が応答にできる。あ、確かに応答なるね、なるね、なるね。あれもそうなんだ、クレッシェンドなんだ。君って子供じゃん。なんだよ。ここ、全く覚えてないからね。ちょっと、手探りでやっていきますけどね。美味しい水？美味しい水いらない。何をどうするのかあんまり覚えてないんですけどね。ただめちゃくちゃここ、長いらしいんで、ちょっとゆっくり、まったりやっていこうかなと思います。はい。今来た人も、こんばんは。今日は、早めにやって、早めに、終わろうかなと、いうふうに思ってます。ね。なんでかは、まあ、聞かなくても皆さんわかると思うんで、そういう感じでよろしくお願いします。はい。っていう感じで、あんま覚えてないね。とりあえず今日は、まずミアレは多分行けると思うんで、ミアレに行ってどうしようかみたいな、そんな感じですよね、きっとね。サッカーで寝てないな。寝てなくはないけど、眠い。マジ、イバルジャパン、やばい。二段切りにイバルジャパンはやばい。じゃあ、ワールドカップが見たいんですよ。ちょっと決勝トーナメントに入ったからさ、やっぱ見てかないとじゃん。冬打ち強い。見ないとじゃないですか。もう、楽しいですからね。これから送別会と新刊行ってらっしゃい。楽しんでな。うん。初めて生放送来ました。初見です。どうもこんばんは。いらっしゃい。ゆっくりしてってください。もっとサッカーにも興味あるんだね、意外。ワールドカップしか見ないですよ、僕は。僕はね、いや、サッカーはね、全然ルールとかわかるし、見ようと思えば見れるけど、あんまり、なんか、普段からあんまサッカーに接する機会がなくて、ワールドカップと A 代表の試合も、ちょっとしか見ない。今回のワールドカップでも結構自分の中では見てる方で、全試合のうちの4分の1ぐらい見てるんで、ちょっと割とハマってますね、ワールドカップ自体に。楽しい。メッシとロナウドが終わった。そう、ちょうどね、決勝、おいおい、ここ侵入者、こだわりあるものは。こんなんだったっけ全然覚えてねえな。マコスです、こんばんは。生放送 XY 見れた。どうもどうも。そう、ですね。初日終わって今日2日目ですけど。そう、メッシもね、ロナウドもね、いなくなっちゃった。いや、でもね、フランスは割と順当かなって思ったよ、フランスとアルゼンチンは。いやー、ちょっと、ポルトガルの方の試合は僕ちょっと見てないんで寝てたんで、結果しか知らないんですけど。いやー、てかマジでさ、ちょっと、サッカー、のっけからサッカーの話していい？フランスの19歳半端ないって。めちゃくちゃ面白かったよ、本当に。エムバペ。ね。そう。めっちゃ面白かった。ドイツって今年分かったの？なんか完成度があんま高くないって言ってた人いたなって感じですけどね。いや、めちゃくちゃね、面白かった。見た？みんな。ブラジルじゃなくて、あれか、フランス、アルゼンチンだから見てない人の方が多いかもしれないですけど、結果的に4対3になったんだけど、めちゃくちゃシーソーゲームで、しかも、大体のゴールが、超ミラクルシュート。なんかもう、最初の方はさ、なんか2対2ぐらいの時はさ、このシュート良かったなって話しようって思いながら見てたんだけど、もう飛んでくるシュート全部やばいから、もうなんか、全部やばいよね。何がやばいって全部やばいよね。いや、ずっとエイパムじゃなくてエムバペもさ、フランスのね、フォワードのめっちゃ点取り屋の若い子がいるんですけど、めちゃくちゃ活躍して2点取ったんですよ。もうすごいけど、その1個前のスーパーロングミドルシュートもやばいよな、みたいな。何もかもやばい。ほんとこれが世界レベルか、つって驚愕しましたね。いや、語彙力ないけど、見た人はわかるでしょ。昨日のフランス、アルゼンチン見た人わかるでしょ。あれはね、やばいよ。やばいよ。マジで。うん。それ以上のね、言葉はないです。多分。俺はもうそれ以上専門用語とかわかんないからさ、詳しくは。なんか何がどうすごいとかっていうのはあれですけど、そう、精度が高い。精度も高いし、そこしかないよねってところに、ポーンとパスを出して、そこしかないよねってところにシュートを当たり前のように決めていくの。キーパーが、すごい、キーパーもだって上手いんですよ。めっちゃ上手く飛んでんだけど、もう明らかに手の先で、ドアが開いてもノーチャンスだね、みたいなシュートが何本もあって。すごいなぁ。こんな世界のレベルのサッカーって面白いんだみたいなね。フランスもアルゼンチンも歴代優勝国ですからね。はあ、おみそれいたしたって感じで。すごかった。これ、日本勝てなくね。なんか、サッカー好きな方によると、そのアルゼンチン対フランスよりやばいチームと日本代表は戦うらしいので、まあ、ちょっとこの動画が上がる日がいつなのかわからないですけど、まあ日本戦終わってるかわかんないですけど、やばいらしいですよ、ベルギーはね。今北は怒っていい、どうもこんばんは。生放送初見です、こんばんは。どうも、どうも、どうもどうもどうも皆さんこんばんは。フットボールネーションっていう漫画が何面白いの？何国際試合を扱った漫画なんですか、サッカーの。ベルギーはね、ついこの間まで確か FIFA ランク1位だったんじゃなかったでしたっけ？ついこの間っていうか3ヶ月前か半年前かちょっとわかんないですけど。ね、なんかそれは、なんかどっかしらで聞いたような気がするんですけどね。今3位ですけど、3位でもやばいですよね。モッティ氏、野球よりサッカー。いや、普段野球の話しかしないじゃん、逆に。逆に。いや、ワールドカップの時ぐらいサッカーの話しようぜ。野球はさ、近々、あれじゃないですか。オールスターがあるから、オールスターに、オールスターになったらオールスターの話いっぱいしましょうや。オールスターは俺、一番好きだから、野球の中で。日本シリーズとかクライマックスシリーズよりオールスターが好きだから。にわかだから。にわかだからさ。日本シリーズとか、クライマックスシリーズ燃えるじゃん。野球ファンってそこ一番燃えるじゃん。うん。完全にね、僕は、そこなんで。ちょっと野球の話は、もうちょっと後ね。ワールドカップの先に話させてくれ。それぐらいハマってんだよ、ワールドカップに今。熱いんだよ。にわか、こんなにどにわか人間すら熱くなる。そんなサッカーを昨日見せられちゃったからさ。やっぱりね、みんなも見ようね。今日も、あ、だからね、早く終わるんですよ、今日。言ってなかったですけど、ワールドカップ見たいんで。深夜3時からのやつは見れないじゃん。さすがに2時か3時かわかんないけど。だから、深夜2時3時のやつじゃなくて、11時から始まる試合を見ようと。今日はスペイン対ロシアですよ。開催国ロシア。スペイン、無敵艦隊スペイン VS、開催国で意味不明の強さを解き放つロシア。ワンチャンロシアがあるんじゃないかって思わせちゃうけど、まあ順当にスペインだろうなみたいなね。今日11時からです。そうですね。だから11時ぐらいには終わります。だから今日放送時間いつもより30分ぐらい早いっていうのはそういうことですね。はい。まこつどうも今北市ともこんばんは。こんばんは。次の日本戦は深夜3時から。今日寝て、明日の深夜3時。だから、合ってるよね。火曜日の午前3時ですね。はい。ですね。オールはできないですよ。明日寝ないとですよ。明日ってか、ちゃんと寝ないとですけどね。うん。まこってこんばんは。おこつこんばんは。今がさらしすぎないように。あ、だから僕だってさ、ワールドカップの話ほぼつぶやいてないでしょ。昨日初めてつぶやいたじゃん、ツイッターとかで。あんまりさ、僕もいろんなスポーツ好きで見てるからさ、気持ちわかるんだけどさ、なんか、とりあえず、いや、面白い、楽しいっていうつぶやきはさ、ファンの人でも全然いいじゃん。なんか、ああ、にわかが楽しんでやがるわ、みたいな感じじゃん。でもさ、なんかさ、ちょっと知ったかぶった感じでさ、いや、ここの点取ったのは、こいつがこういうパス出して、こういうところに人が動いたから、ああだこうだなんだぜ、みたいな。だからこのチームはこうなんだぜ、みたいな。逆に負けたのはこうなんだぜ、みたいな語り始める、やからいるじゃん、ワールドカップになって急に。そういうのは、結構ファンからするとうざったいから、極力、なんかそういうのがなんか、節々に出てこないようにつぶやかないようにしてるんですよ、僕。まきたまここんばんは。なんか、触れてもいいようなところ中心に触れてます。そんなつもりなんで、自分の中では。マッドショット誰？まあ、噛みつけよりいいでしょ。多分。うん。まきた産業はこってこんばんは。ワールドカップ。です。道頓堀川、飛び込む人いるらしいね。いいんじゃない？大阪のことは僕はよくわかんない。だって渋谷は渋谷で毎回大暴れしてるみたいですからね。渋谷もな。いやね、みんなさ、ちなみに渋谷さ、知ってます？渋谷のスクランブル交差点でさ、毎回その A 代表の試合があると大暴れするみたいな。あるじゃん。DJ ポリス見てみたい。僕ね、一回ね、行ったことあるんですよ、あれ。これ毎回大騒ぎなん？いや、毎回そうですよ。毎回。一回だけね、知り合いに連れられて行ったことあるの。結構ね、楽しいよ。正直。正直ね、いや、あれは、盛り上がるには別にいいんじゃねえのと思うんですけど。あの辺、ホコ天とかあるしさ、なんかこう、車とかの妨げになるようなことやっちゃいけないんですけど。マジです。お触りタイム。お触りはしないですよ。だってしょっぴかれる可能性あるから。3も多いから、極力財布とかも、なんかバッグとか持ってっちゃダメなの。財布とかも、ちゃんとこう、内ポケットに入れるみたいな。大事なものは、みたいな。ことを言われて、あ、はい、みたいな。みんな酒飲んでるからさ。酒くせえし、渋谷のあの時間帯ってめちゃくせえじゃん。もう、ね。で、やべえやつもいっぱいいるし。だんだんそう、女の子はね、絶対行っちゃダメ。やばいから。マジでやばいから行っちゃダメだけど。でも、一回行ったことある人間からすると、めっちゃ面白い。マジで。遅れてきたわこっていどうもこんばんは。ね、財布とかすられたって今日、交番に行列できたらしい。ああ、そう。交番もあれだからね、結構、センター街の、あそこから入って、ね、結構すぐだからね、歩いて。あれ、最低光線打っちゃった。今悪だなって思いながら打っちゃった。うん。いや、バカばっかだよ。野郎ばっかってかバカばっかだけど、面白いんだよ、ああいうのが。若い頃は面白いんだよ。もう二度と行きたくないけど。ね。てか、ドレインキッスでよくね。フェアリー4倍じゃね。まあいいけどね。渋谷はあまりいいことない。東京って治安悪い。東京はね、治安悪いですよ。東京治安悪いですよ。あれですかね。東京は、外歩いてると3分に1回痴漢されるから気をつけてね、女の子。特に地方から来たなっていうのが、見た目でバレちゃうと、3分に1回痴漢されるから。電車の中だけじゃなくて。気をつけてね。ミニスカートとか履いてきたら、太ももとかふくらはぎとか触られて、おー、いい足してるねーつって、されるからね。必ず、後ろ足でバーンって蹴りましょうね。どんだけだよ、東京。あ、それ馬娘。伝わった。やったぜ。いや、ほんとでもね、いや、悪いとこはマジで悪いからね。いろんなとこあるから、東京も。いいとこは全然いいけど、悪いとこはマジで悪いから、なんか悪いところに行かないように気をつけることですよ。渋谷とかね、あんなわちゃわちゃやってるけどいい方だからね。なんだハゲがいる。あとどれぐらいで事実をだけを言うならば、あれを動かすに必要な、電気は蓄積できているわ。ではそろそろ引き上げるか。さらなるミッションがある。ミッションというのは誰ポケモントレーナーの始末かしら。誰だ。驚きだな。作業者以外にも始末するものが増えたか。誰だこのハゲ。誰幹部。やばい、マジチンピラじゃん。いや、だからこういうのがいっぱいいるんだよ、東京に。わ、うん、かる。東京の夜の街出ると、こんなんばっかだから。9割こんなんばっかだから。うん。お前はヒーローになれない回を見てた。あわこつさん、こんばんは。こんなんいっぱいいるよ。マジでいっぱいいるからね。見たい。ドレピ？何ピ？袋叩きか。昔よりはマシ。昔わかんないよね。でもね、新宿とかの奥の方とかは行かない方がいいよね。うん、あと、金持ちがいっぱいいるところもあんま行かない方がいい。うん、怖い。すぐ横がスラム街だったりするから。怖い。東京本当にね、10分歩いたら全然別の街になるからね。ね、なんで東京の話してるんだ、こんな。すまない、科学者。あと始末を頼む。あはは、いいの？トレーナーさん、カモンしちゃって。カモーン！俺、試合しろよ。私の名前は AKB。ご覧の通り、フレア団でとある研究をしている科学者です。あなたには悪いですが、お願いされちゃったからね。AKBさん。ほんとこの時以外見てない。あ、こいつ動画見てきた。ありがとう、いらっしゃい。キャンピングシェルターが一番良かった。マジで、それ。人それぞれだからな。こんばんは。今の中村、あ、伝わりましたね。今日あれですね。僕の趣味をみんな拾いに行きますね、みんなね。ね。犬に噛まれた中村さん。なんかよくわかんないけど、日本対ベルギー戦で絡まれまくってる中村さんですよ。どうしようかな。噛み砕くとさ、シャドクロってどっちがいいの？噛み砕くか。オッケー。マキタバコッティ、マキタバコツ、こんばんは。どうもどうもこんばんは。総選挙以来 AKB 見てないな。あ、私もです。はい。総選挙以降見てないです。あ、唯一知ってる情報を言うと、ついこの間、秋元康の還暦のパーティーがあったってことだけは知ってます。あははあなた面白い。また会いましょう。はーい。じゃあ、ゴロンダ進化させたいんですけど、悪タイプのポケモンがいないんよね。あ、来た！やばい。野球仮面。あら、あなた。やばい、野球仮面だ。野球仮面と1号と2号だ。私たちよりも早くここにいた得体の知れない連中を追い払ってくれたの？そうね。カロスを守る人が多いことはいいことですもの。感謝の気持ちですわ。あ、やった。元気にしてくれたぜ。やった。やったーマン。やったーマン。似てるけどな。白だしね。君のポケモンは最高のチームみたいね。とはいえ、無理は禁物ですよ。これを持ってってください。やったーマンだな、確かにな。確かにな。世代がすげえ上だけどな。君たちのおかげでミアレの停電も治りましたよ。つまり13番道路とミアレシティをつなぐゲートも通行可能になった。では、私たち、謎の人はこれでさよならと言われる前に私たちが言いたいの。おルボワール競走馬にいそう、オルボワール。芝、2000メートル、適正距離。条件1000万。1000万条件。23勝。あ、23戦4勝。みたいな。サンデーレーシングね。馬主ね。うん。オルボワール。オルフェーブル。そう、オルフェーブル。じゃあ、ブってつくんだよ、ブって。あ、ブってつくのあれか。佐々木大魔神か。え、て、これで終わり？これで終わり？ちなみに。これで終わりか？これで、ミアレに行けばいいの？なんか意外とあっさり終わったね。なんかもっと2、30分くらいかかるのかと思った。ロケット弾のアジトぐらい。金銀の。こんなもんなのか。で、割と短かったね。思ったより。で、まあいいや。にゃん。フレア弾のアジトは長い。あ、ここフレア弾のアジトじゃないのか。また先があるのか。全然覚えてんねえよ、フレア弾のアジトとか。ここから重要？ちょっと頑張る。そう。そう。じゃ、とりあえず、ここからじゃあ次はあれですか。まあ、トロシンに会いに行く。ミアレってどこだ？ミアレどっからどう行くの？わかんないんだけど。戻ってるのわかってるんだけど、ちょっと待って、どこ？これ真下？下か、下か、下か、下か。下に行くのか。真下、ここだ！あ、違いそう。え、ここか？あ、ここだここだお、じゃあ、あポケモン。花のポケモン。とわの命を与えられた花のポケモン。俺さー。初めて XY やった時マジで怖かったんだよね、ここ。マジで怖くなかった。何が怖かったってさ、このキャラが怖かったんじゃなくてさ、このキャラクターをこの世界に投入した、ゲーフリの中の人だ。でで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 で後ろ姿見かけちゃったから走っちゃった。ミアレの停電が復旧したの。カロス発電所の電気を奪っていた悪い人たちを誰かが懲らしめたんだって。それってすごくない？一体誰かしら？俺だぜ、俺。すごいな。で、聞いて。ザワーの明かり、照ってるの。さあ、行こう。ミアレの名物。ミアレタワーへ。プリズムタワーか。行きましょう。はい。よし。これで、ミアレシティって全開通でしたっけ？ね。そんなんできひんやん、普通。できるでしょ。ローズ通り。あ！まだできないのか。まだ一部か。なんかいるんだけど。やべえやつがいるんだけど、やべえやつ。うん。エスプレッソ。なんか、キザだな。ここもあるね、なんかね。なんかさ、もうカフェの位置とか全く覚えない。ようこそフラダリカフェへ！ちょっとフラダリカフェの位置覚えとこう。なんかあったよな、多分。エッフェル塔、そうですよ。パリですから。ミアレシティは花の都。パリですから。ここは、あ。ネタバレは、多分、あんまり覚えてないから、ネタバレされても、あってなるけど。極力ね、控える方向でお願いしますね。フレアダの下っ端って僕らみたいな髪型してる。そうだね。じゃあとりあえずさ、あれじゃん、早く。動かなかった。カエンジシいいけどね。あ、来たー！ナイスタイミング！これから点灯するみたいよ。来ましたよ。あ、トロシンだ。発明も得意でいろんなマシンを作ってくれる。ほら、あの二人、サナの友達なんだよ。来ました。唯一、XY の中で知名度がちゃんとあるトレーナー。ねえねえ、まだなの？うん。この点灯回路の具合を確かめないとね。あ、サナさん。そちらもしかしてチャレンジャーさん？ごめんなさい。もうしばらく待ってもらえますか？ほら、お兄ちゃん。よし、準備 OK。今こそサイエンスが未来を切り開くとき、プリズムタワー点灯マシンパワーオン！トロシンだ。トロシン来た。僕らのユリイカ。プニちゃん。懐かしいな。こんな気持ちの時、うっとりって言うんだね。そうなのね。思い出またできちゃったね。あ、はい。なるほど。さすが僕の発明マシン。発明品、プリズムタワーテントマシンはバッチリだったようですね。はいはい、お兄ちゃん。チャレンジャーさん待たせてるんだからね。こちらのプリズムタワーがミヤレのポケモンジムになります。よし。じゃあ行くぜ。早速行っちゃっていいですか？ホルビーとレントラー使わないのか。何使ってきたっけ？エレザードとかだったっけな？あんまり覚えてないですね。じゃあ。ちなみに、皆さんここで、こういうことしましたよね。懐かしくないですか？懐かしいですね。うん。トゥー、トゥルル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 。で、俺はちなみにここで、夏希度はここで上げてたんですよね、ちなみに。卵はハイジンロードでやってたんだけど、なんか夏希はここで、夏希パワーぶっぱして、やるのが一番早かったからやってました。ハイジンロード2。僕はあっちの方が好きでしたね。ミヤレシティジャム。ワイはコボクタウンのハイジンロード派。卵はね、ハイジンロード派でした、僕は。よし。オースビライトチャンピオン。ミヤレのポケモンジムは電気タイプのエキスパートが集う場所であり、別名クイズジムなんだ。とにかくエンジョイしなよ。エンジョイ！音楽は鳴り続ける。エンジョイ！間違えた。人によっては酔うとこ。今日のプリキュアめっちゃ感動した。あ、いらっしゃい。プリキュアは見てない。皆さん、ポケモンの話だからポケモンの話しましょうよ。今日の、さっきのトレーナーさん、早速挑戦してきたのは私、ユリイカ、ジムリーダーの妹です。では、このまままっすぐ進んで白いパネルに乗ってください。そうすると私がクイズを出しますからね、答えてね。後ほど、この話は。はい、でね、はい、問題、皆さんいいですか？今、ロム勢の皆さんもこれから問題が出るんで、ちゃんと答えてください。それとも、あれします？アンケートします？アンケートしましょうか。このポケモンは、なーに？よいしょ。はい。1、エモンガ。2、デデンネ。3、ピカチュウ。さあ、正解だと思うトレーナーに話しかけてください。アンケートをどうぞ。さあ、なんだろうな。1番デデンネ、2番、1番エモンガ、2番デデンネ、3番ピカチュウ。5秒前。4、3、2、1、ドーン。1番エモンガ 0%、2番デデンネ 76.9%、3番ピカチュウ 23.1%。ということで、まあ、ね、2番のデデンネです。デデンネにするの？はい。ニヤニヤ。めっちゃニヤニヤされてんだけど。てか、0% ってなんだよ。3択で 0% ってあり得るの？ 0% って何？ 3 択で 0% とか初めて見たんだけど。あり得るんですか？あ、マギョ強。マギョ特殊硬いんだっけ？確か。そんなこと言ってたな。そこはデデンネ使え。デデンネ、強。出てんね。てか、誰でどう突破する？これしかない。スーモいるじゃん。スーモで全抜きするわ、じゃあ。さざめきの方が効かない？多分ね。多分ね。ちょっと硬すぎるな。こらえる。マッドショットでいい。種爆弾でいいのか。どっちでもいいや、適当に。勝てえからな。持ってる生放送で初めて0%見た。うん。3択っていないよね。なんか9択とかにして0は見たことあるけど、3択で0は俺初めて見たわ。あるんだな、そんなの。スーモは縁の下の力持ち。スーモぐらいしかね、まともなポケモンいないからね。ああ、そんなこと言うと怒られますね。他のトレーナー。それでは、エレベーターへどうぞー！やったー！正解だぜ！当然だよなー。ドゥーンドゥーンドゥーン。で、出てんねじゃないのー。嘘だー。信じられない。じゃあどっちみんなちょっとコメントでどっち ?1 番のエモンが 0% と、3番のピカチュウ、23% だっけ？どっち本当の正解教えて。本当の正解。どっち？どう考えても出てんだと思うんですよね。どう考えても出てんだと思うんですよ。なんか違うみたいですね。1? あ、なんか1多いな。さっき 0% だったのに。さっき 0% だったのにエモンガの方が多いんですけど。じゃあエモンガなの。じゃあエモンガ行くわ。まあ、エモンガだよな。エモンガでいいの？はーい。消去法か。まあ、デデンネだとみんな思ってたけど、デデンネじゃないってことはエモンガしかないと。なるほど。あ、なんかまたピカチュウ出てきましたよ、なんか。なんかいろんなピカチュウが出てきますね、今日ね。マキタオコッティどうもこんばんは。ね。初手からこれかいな。いや、わかんない。俺はみんなを信じてるから。みんなを信じて、選んでるから。うん。絶対だって俺よりみんなポケモン詳しいでしょ。ねえ、だってみんなあれでしょ。ポケモンさ、あれなんでしょ。シングルレート、まあ、ダブルでも何でもいいけど、あれでしょ。みんなレート2000なんでしょ。自己ベストみんなレート2000とか、2100とかなんでしょ、みんな。動画見てきたよ、わかっていいどうもこんばんは。今来たわかっていいこんばんは。痛い。でしょ。2007。ほら、やっぱ2000超えの、猛者たちがさ、やっぱ集まってる生放送だからさ、なんか僕の一存を通すよりは、みんながこう答えてくれた方がいいかなみたいな。そうだぞ、あがめを。ほらね。俺3000でしょほら。ね。そう、自己ベスト790、あ、2790ってことでしょほら。やばい。みんなね、天才だから。めっちゃ死者購入したら2000。2499とかなんだろうな、きっとな。やべえな。うん。さあ、それではエレベーターへどうぞ！よーし、エモンガだ！ 0% のエモンガ行くぞ！ 0%! なんでだよー、おい。なんで違うんだよ。どう見てもエモンガだろうがよ、おい。なんで、はぁ？バグってんじゃねえのこのゲームマジで。どうする？じゃあ、どうしたらいいの？3番？いや、3番ないよね。バグでしょ、これ。積んだくない？積んだよね、これ。積んだじゃん。2番じゃない本当は。じゃあ2番入れねえわ。3番しかないんだけど。時間有限なんだぞ。ピカチュウに決めた？いや、ピカチュウじゃないと思うんだよな。違うと思うんだけどな、ピカチュウ。裏に4番が、そのパターン。引っ掛け？ 1 番でも2番でも3番でもない。なんでピカチュウでデデンネが出てくるの？デデンネにデデンネ出せよ。ああデデンネにデデンネ出せよ。アプデ来るって。あ、ポケモン XY の。ポケモン XY のアプデが今更来る、マジ。マジか。あ、ちょうど確認。オッケー。いや、わかんない。まあ、中古で買ったからな。まあ、新品じゃないから、前に使ってたね、人がなんかしてる可能性もありますからね。アップデートとかしてないんじゃないの？前に使ってた人が。ソフトの。ああ、ピカチュウはないでしょう。ないって、絶対ないよ。もうこのくだり良くないですか？いや、ないよ、ピカチュウ。ない。ない。マジかー！ 3 番だったー。うわー。正解者、23.1% おめでとうございます。イェーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。いやー、早朝のサッカー見ました皆さん。もう、なんか一瞬夢見ましたね。結果的に3対2ですけど、あそこまで前進したワールドカップの日本の試合の中で一番いい試合だったんじゃないかなって思う。ありがとう日本。あったかくして寝ろよ。